井淳と申します。タック申し込みコースは実力完成本科生です。受験状況はですね、航空業界に勤めておりますので全く異業種でございまして、働きながら勉強しておりました。学習期間は、去年の年明けの1月から始めましたので約10ヶ月ぐらい、総学習時間は、約350時間ぐらいとなります。本試験の得点は、37点です。通信講座を選びました。良かった点はですね、やはり仕事が忙しいのでちょっと通うのはなかなか大変でしたので、いつでもどこでも勉強ができる通信講座を選びました。最後まで継続できた理由はですね、やはり通信講座だったんですけど、スクーリングっていう制度がございまして、応用討練とか直前討練の時はですね、新宿校に通いました。そのおかげでですね、モチベーションが保てました。戸丸先生の講義を受けたんですけど、本当に良かったです。先生のおかげで合格できたと言っても、言い過ぎではないぐらい本当に良かったです。やはりですね、先生がどんどんあやふやな知識があるところですね、質問をいただいて、それを一つ一つクリアにできていったのが本当に良かったのと、あと先生からですね、やはり17% しか受からない試験だから、それを受かるためにはどうしたらいいかっていうのを常に考えて勉強しなさいっていうアドバイスをいつもいただいてたので、その点が非常に良かったと思います。ウェブフォロー制度っていうかですね、やっぱり良かったのは授業ですね、携帯電話とか iPad で何回も、確認できたことです。1.5 倍速とか2倍速にしてですね、通勤の途中や電車の中とか本当に空いた隙間時間などを使って、授業を聞いてました。あとですね、カリキュラムに関しましてですね、タックのテキストは図表とかですかでがですね、非常によくできてまして、自分の本当に知識があやふやな図表に関しては、随時コピーをして、いつも持ち歩いて、暇があれば見て覚えるようにしてました。カリキュラムに関しては本当に実力本科生はまず問題を解いてから、自分の知識を確認して、その問題について授業が進んでいくっていうスタイルだったので、そのやり方がですね、非常に自分にマッチしてて良かったと思います。ですね、時間の捻出方法、私の場合ですね、本当に夜とかも忙しくてなかなかできなくてですね、特に秋の直前期はですね、本当に忙しくて時間も取れなかったんですが、やはりもう本当に空いた10分15分でもいいので時間を作って問題を解いたり、授業を聞いたりしてました。これは本当に一番の難しいところだったと思います。効果的だった学習方法といたしましては、やはりテキストはですね、先ほど見ましたように図表を全部コピーにして使っていたのと、あと講義の復習の仕方はですね、講義を聞いた後すぐに過去問を解くようにして、聞いた講義の知識をですね、あやふやにしないように、すぐ問題を解いたってところですかね、ですね。あと直前期の過ごし方で一番良かったのは、本当におすすめなんですが、タックが出している過去問題集12年分があるんですが、青いテキストなんですが、もうそれをですね、直前期は本当にやりました。例えば自分の不得意だった法令上の制限だけを絞ってですね、12年分一気に解いたりとかするとですね、本当に体に過去問の答えとかが染み込んでくるので、それがですね、本番にも生きたと思います。宅建はですね、努力すれば必ず受かる試験だと思いますので、皆さん最後まで諦めないで本当に頑張ってください。